皆さんこんにちは。今回もやってまいりました、フォンチ21歳のハローワーク。今回はどんな職業と出会えるのかすごく楽しみです。この番組はアイドリングを卒業したフォンチが毎回さまざまな職業を体験し、自分に合った第二の職業探しをする様子をお届けする番組です。